はい、こんにちは、ジャパニーズホコメタルの辰口です。今日はですね、雑談配信ということで、最近あったこととかね、バンドの何やかんやを喋りながら、このゲッティングオーバーイット、通称つぼうじをやっていきたいなと思います。これ初めてなんですけど、このゲーム、まあ、その YouTuber さんのなんか雑あの配信とか見てやってみたいなと思ってて、どうですか最近、まあ、どうですか最近このコロナウイルスでね、なんかいろいろ大変でしょうけど、どう過ごしでしょうか。そうなんですよね。はい、あ、そう、チャンネル登録者数、2050人ぐらい、ありがとうございます。もうついに西暦超えちゃいましたよ。金曜日、毎週金曜日に動画、そのメンバーで交代してあげてるんですけど、ぜひその辺も見ていただけると嬉しいです。嬉しいです。よし、よし、OK。よしよし、OK。第一関門が長すぎたな。このゲーム、Steam で800円ぐらいで売ってるんで、よかったらやってみてください。マウスをでかく動かす。でかく。なんかやっぱ旅行とかできないから、俺それが一番なんか今ストレスだなって思うんですけど。1週間前ぐらいかな、うちのバンドのサブスク、 Apple Music とか Spotify とかその辺の再生数の明細が来て、まあ、再生数とか言わないけど、ちょっとランキングをね発表したいなと思いやす。 OK。 これ4月から6月の、再生数ですね。第1位、忍者歌丸。結構歌丸、ウラメシアよりも好きな人が多いっていうのは、個人的には結構へーって感じでびっくりしましたね。あれもね、わざわざ渋谷でね、忍者の格好して踊って、で、MV は作って、あれ作ってもらったんだけど、素晴らしい MV を作ってもらいました。ちょっとやめて、ここ落ちるともう最初に戻るんだけど、落ちないから平気。サブスクのランキング第2位が大山の月です。これはもうね、もう去年からずっと、もう不動の1位だったんだけど、今回歌丸に破られるっていう、ちょっと意外な。去年なんだっけ、アメリカのレディットになんかのでちょっと話題になったかなんかで軽くバズを起こして、そこからもずっと聞かれ続けてて、ありがたい限りですね。で、MV に関してもね、あれは、なんだろう、会議室なのかな、なんか和風の会議室みたいなところを借りて、ちゃんと MV 撮っていいですかって許可取ってお金払って借りてるところなんですけど、おい、あ、やだ。やだ、やだ。で、第4位が、咲き誇るでございますね。おっちゃいっちゃい。まあ、僕のバイト先をちょっとお借りして、いろんな方に集まってもらって、撮った MV でございますね。で、第5位が、戦国愛歌ですね。これは、MV 第3弾かな。あの MV は、実はあれ、俺と
後上さんの共同作業で割と、はい、変なクソ CG をね、 CG って言っていいのかもうおこがましい、あれをクソコラを分担しちゃったんですよ。ですね、まあこれが4月6月からのサブスクエイのランキングでですね、きついな。まあそんなこんなでね、いつも聞いてくれてありがとうございます。じゃあ何だろう、あとはもうバンドの話はもう特にないんですけど、まあいずれね、なんかいい話とかあるかもしんないんで要チェックをしてください。本当にあと俺のまあ周りの話だけど、なんだろう、最近やっぱり本当にさっきも言ったけど旅行もできないし、明日飲み行くのもさ、やっぱまあ行ってもいいんだろうけどちょっと控えてるところがあって、俺もまあ誘われたら全然行くんだけど、なるべく密になるような行動は避けてますね。ってことで本当に休みの日は本当に家で、マジで家で YouTube 見てるか映画見てるかの二択じゃないかな。あ、いや映画もさ、なんかやっぱり延期になっちゃってるのが多くて、もう悲しいですよ。もう今でこそちょっとずつ始まって、今度テネット楽しみだね。よいしょ、くっそ。いや、ワイルドスピードがさ延期になっちゃったのが結構寂しいっていうか、なんかいや悲しかったですね。いや、なんだかんだ楽しみにしてんだよね、アイスピー毎回。あとそうだな、今年延期になっちゃったのがなんだっけ、ブラックビドウか、まあ、最近残念な知らせとかあったけど、ぜひねまたシリーズ期待したいですね。あのドラマ版も延期になっちゃったから、ちょっと今ディズニープラスはまだ俺登録してないけど、やべ、ちょっと集中力がなくなってきた。ちょっとね、雑談しながらだと結構難しいことに気づいたんだけど、俺は喋るよ。よし。くそ。ちょっと待って、俺一回さ、ちょっと攻略見させて。つぼうじランプ攻略。右下の岩に乗り、そこからジャンプして、左右にハンマーを振って登る。ちょっとこの後俺用事あるんで、たくさんはできないけど登る。やめたい。お決まりみたいなことしちゃったな。あー、燃えた。だ。ぜ。乗れ。最近のお酒事情ですけど、最近はね、まあ、もちろんビール好きで、あれなんですけど、買ってるんですけど、あれですね、楽天のお酒屋さんでね、ビールをたくさん買って、ストックしてますね。結構その賞味期限近いビールとかを安く売ってて、なかなかいいですよ。あとはまあスーパーなんかちょっとドンキホーテとかでラム酒買って、あとジンジャーエール買って割って飲んでますね。ジンジャーエールとかコーラとか。ラム酒はね結構いいですよ、美味しいし。あ、痛い。登れない。家にレモンをね買っとくとすごいはかどるよ、あれ。もう普通にそのカクテル作って入れても美味しいし、まあ、凍らしちゃえばそこそこ持つし、買っとくとはかどりません。あ、最近ね毎朝ミロ飲んでる。ミロ、あれすげえ栄養大事な栄養がたくさんあって、なんかね
いい、あれはもちろん。はい、じゃあ OK、 戻ってきましたね。今年買って良かったものランキング発表するわ。第1位、iPad。 第2位が、これ5月ぐらいに買ったんだけど、あれ、ディスプレイ、もう一個モニター買ったんですよ、モバイルモニター。それがやっぱね、めちゃくちゃ使える。第3位はアップルペンシルかな、あれは必要だしね。第4位はなんだろうな、あれかな、なんか5本ぐらい入ってる、非純正の、iPhone の充電ケーブルかな。第5位はあれですか、なんだろう、第5位あれかな、まあ、俺が使ってるわけじゃないけど、タッパーのさ、蓋がトングになるタッパーかな、知ってるかな、蓋をなんかのペコってすると、その中側がそのトングになってて、紅生姜とかさ、そういうのを中に入ってるのをそのまま掴めるっていうやつなんだけど、めちゃくちゃいいよ。俺一人暮らししたら多分それでタッパー全部揃えるわ。おっちゃつい。はい、すいません、今日はここまでです。どうもありがとうございました。またお願いします。見てください、僕はしばらくやりません、このゲーム。やめると言いながらも戻ってきました。これがラストチャンスです。よろしくお願いいたします。よいしょ。Ah!